いよだな、神戸さん。次の戦に勝てば、ついに俺たちの天下だ。ああ、そうとも。調整たちの天下だ。調整たちの…いやいや、泣くにはまだ早いんじゃないの、神戸さん。ということは、長かった穴蔵生活とも、いよいよおさらばってことか。そうなるよな。割と快適だったよな、穴蔵って。そこら中掘ってつなげたしな。大したもんだよ、俺たち。なあ、神戸さん。ああ、小生たちもこの穴蔵も、本当に大したもんだ。よし、行くぞ。明るい未来が待つ眩しい太陽の下へ。くぞ。ようこそ友よ。ここが二条御所改め守獄の館だ。少し道楽が高じてな、作り直させてしまったよ。完全なる男帝よ、あとわずかの時だ。しばしそこで待っていてくれたまえ。それではまるで褒美ではないか。まあそれはさておき、次なる主獄は皆まで言うまいが、たやすく明け渡してはつまらぬぞ。義輝様に習い、拙者もまた赤黒く生き抜こうぞ。かまわん、先に行くだけ。お前の終わりが近づくだけだ。調整、無駄には動かん。共にが最低限の動き方を教えてくれたんでね。いつか俺もあの方に旋盤を回してもらえるか。民よ、将よ、義輝様の意のままに燃えよ。この程度の立ち合いではやはり何一つ響かないか。未成熟なのだ。目を汚したならすまなかったね。開け放ってまず卑怯と思うたのだ。皆がならぬとうるさく言うのでな、一歩前進といったところだな、友よ。このまま当たりを引き続け消耗を避けたいところだな。
あ、ちなみに拙者は次は赤だと。散策くらい自由にさせてほしいもんだがね。なんせこの枷だ、手加減頼むよ。これが抵抗か？いいな、そんなはずはなかろうよ。できれば平穏に行きたいもんだがね。サヒデを避けたか。いや、しかし本当にそうかな。最後の一つを引き当てられぬ刑にはうってつけか。紹介しよう。彼こそ不相気、欠落のみを有する者だ。夜な夜な高宇次公が枕元に立ち小言を賜る。こうもあの世がよほど退屈らしい。これくらい月を使わなくったってできるんだよ。おりゃいい。お前さん、眠気覚ましならいい鉄球があるぞ。待つすべなど路傍にいくらでも転がっていいよ。勝負を捨てるな、友よ。さあ、一緒に晴らすんじゃ。フクロウもまた鳥だ。羽をもがれてはかなわないな。小生のために道を開ける気はないものかね。人は誰もの災いなのだ。なぜそれに気づかない。あれだけ暴れてもびくともしねえ。なんて頑丈な手かせだ。思うよ、その方の望みはそのようにちっぽけなものか。ハッハッハッハ、冗談だ。の中心、大義であった。あれぞ、他の者を熱く弔ってやってくれ。残念だ、サヒデよ。楽しみにしていたのだ。だが、それすらしのいだその方こそが、あるのか。枷の鍵が落ちてるかもしれん。探しながら進むんだぞ。さっさと行こうぜ、カンベイさん。私のような一兵卒ですら金を求められる。それが足利だ。望むは人々が限ろう熱き時代。
すべてのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ、友よ、今こそ創生の時。さあ、地獄の檻を突破せし友よ、世と共にどこまでも駆けく限ろうではないか。お前さん、金も権力も余るほど持ってるだろう。調整を援助してみないか。どうだ。楽しんでもらえているかな、友よ。そうだな、ここでも少し趣向を凝らしてみようか。友よ、これが天からの申し送りだ。黒き四角を突きホームラン。加わくは世に変わり時代を作れ。面白き時代を。調整に負けるとはよっぽど月がなかったなかった。いや、小生が月を使い切ってしまったのか。どうした神戸さん、なんか悪いもんでも拾い食いしたのかい。なあ、お前さんたち地下での暮らしはどうだった？楽しくなかったか？小生もこんな穴蔵クソくらえと思っていたが、お前さんらとひたすら手足を動かしてなんだかんだで毎日が楽しかったよ。勘兵衛さん、決めたぞ。これからも掘って掘って掘りまくって、この星の地べたに穴蔵大帝国を打ち立ててやる。それ俺も手伝うぜ。カメラさん、俺だって。よし、行くぞ。妖精たち黒田軍の戦いはこれからだ。できたことなんだぞ。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのである。